ってしまいました。まっすぐ行っちゃダメね。ろうそくの炎は怪しく揺らめいている。どうするんこれ。え？あ！おお！私の部屋までおいで。ここ踏むと、真ん中踏むといかんのかな？え？で、どうやって？持っとる？おお！なるほど。セーブさして。やあ、面白そうだからついてきちゃった。ところで今どっから出てきた？うぃー。確かに扉ない。あざっす。バラの花が飾られている。まあ、しゃあない。行こう。んで？バラの花が飾られている。時計？大きな柱時計がある。時計の針は丁寧に時を刻んでいる。こっち行こうかな。どうしよう。明かりはつかない。机の上にバラの花が飾られている。バラ好きね。魔女の日記。ちょっと待って。家が元の姿に戻るとき開く。プレゼント箱の山にテディベアが寄りかかっている。日記読もうかな。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。なんかごめんね、なんかプライベートに踏み込むような。テディベア取る？はい、テディベアを手に入れた。プレゼントの箱やお菓子の空き缶が積み上げられている。プレゼントの箱が落ちている。プレゼントの箱が落ちている。なんか崩したかな、ごめんね。この先ってんのかな。あれ、こまちゃん。大きなテディベアがカゴの中に入っている。わずかに隙間がある。ちょっと読みたい。クマをカゴに。じゃあ、はい、カゴに入れます。手足が突っかかってカゴの中に入ら、なんか嫌な予感する。いやー、なんか嫌な予感する。はい、とりあえずね。こっち行ってみよう。こっちはこっちでなんか蜘蛛の巣、ほこりまみれの汚いタンスがある。何も入っていない。何もなし。作業台の上にハサミがある。持っていきます。鎖につながれていて持ち出せそうにない。はいはい。持ち出しはできんけど、手足を切り落とす。あら。テディベアの手足を切り落とした。テディベアの胴体を手に入れた。赤っ。中身何？何やろう。作業台の上に血まみれのハサミがある。なるほどね。あー、クマちゃん怒っとる。
いやー、クマちゃん怒っとるわ。電気消えたし。あー、消えた。そんなにしてまでカゴに入れる必要あったんかな。テディベアの胴体。頭と胴体だけのテディベア。切り口が赤く滲んでいる。なあ、この赤いの何なんやろね。カゴに入れます。あ、はいはいはい。ちょっと小さいんやね。テディベアの胴体をカゴの中に押し込んだ。どこかで鍵の開く音がした。ちなみに。ほう。ねえ、ついてきた。どうする？あ、あーらら、うわ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 、あーらら。